1955年頃の野田の詐欺山野田の詐欺山は、埼玉県埼玉市緑区の見沼東部、上野田の野田山にあった詐欺の集団営像地である。浦和の詐欺山とも称された。国の特別天然記念物に指定されていたが、詐欺が映像しなくなったため1984年に、指定が解除された。特別天然記念物では、唯一の解除事例となっている。 詐欺山古歴、並び歌安政2年の大山という大地地形には、詐欺類が多く生息していた。この地に、詐欺が集まり始めたのは、京法年間の見沼干拓事業によって水田が出現した頃とされる。当時の栄装地は、野田の詐欺山に指定された場所から約700メートル北の新染名や村に、所在の詐欺大臣と呼ばれた、守る深の屋敷にあった。 文化4年に寺山村に栄装地が移ると、その後、大山村や上野田村まで拡大し、詐欺及び川上が源氏年間の頃までトライしたと言われる。江戸時代には、詐欺屋部とも呼ばれた詐欺山一帯は、紀州徳川家の高場であり、義堂の囲い詐欺として特別に保護され、将軍家の上乱も二度ほどあった。この地は、 歴代将軍の日光参拝の経路にもあたり、安永5年、徳川家春は参拝の途上に、詐欺の群生する様子を見て褒めたたえ、その後、鳥見役を置いて、厳重に保護と監視をしていた。当時の鳥見役であった愛だけの古文書によると、安永6年5月に、真鶴が近隣の原始沼周辺に映像したとの記録がある。また、天保14年、徳川家吉が、 日光参拝の際にも、詐欺山を見ている。ここを題材とした、安政二年の大山に伝わる絵巻物、詐欺山古歴、並び歌には、詐欺と共に現在では、稀な黒時も描かれており、1868年以前には、詐欺と混成していたと言われる。高場の制度は、慶応三年に廃止されたが、1887年、近隣の源、越谷市大林に、 鴨場が設定されると、その近辺が江戸川筋を領場となり、1891年には大山と寺山の一部が編入された。さらに1898年になると街道にシとなる上野田一帯の約42ヘクタールが金領区となった。また、1921年には詐欺山の全域がその後10年間金領区となり、1930年に 期限が切れると、続いて、長寿保護区に指定された。1938年12月14日には、野田紫繁殖地の名称で、天然記念物に指定され、1950年に文化財保護法が制定されると、1952年3月29日に、野田の詐欺及びその繁殖地として、特別天然記念物に指定された。1945年に映像は、 上の電路みとなったが、1957年頃には、最盛期を迎え、映像数は約6000で、親鳥が1万羽、雛を合わせると3万羽を数えた。1959年に、詐欺山愛護会が発足すると、ひなを保護する飼育者及び管理者が建てられた。詐欺山の南東隅に作られた飼育者のそばには、高さ15メートルの展望台が築かれ、 その景観を見渡すことが可能であった。この展望台は1960年5月、第25回国際鳥類保護会議に伴い、設置されたものであった。しかし、1964年より、詐欺の数が減少し始め、昭和40年代になると、周辺の都市化の影響などにより激減し、1972年には、映像しなくなった。原因については、 はっきりしないが、ミヌマの畑作化や宅地化に伴う餌場の減少、農薬汚染、交通量の増加や竹林の故死など、複数の要因も指摘されている。その後、野田に代わって、約三キロメートル離れたミヌマ成分の山出に映像の場が映ったことで、様々な保全が図られた。当初、山出の映像は百ほどであったが、九百七十六年には三百五十層、 1450派まで一時増加した。しかし、宅地開発や見沼の畑化により、1978年には産出の新詐欺山も消滅し、野田にも再来することはなかった。このため、1984年に特別天然記念物の指定が解除された。特別天然記念物に指定されたもので指定を取り消されたものは、この一件のみである。浦和市は、 野田の詐欺山を後世に伝えるために、詐欺山記念公園を整備し、1986年5月に開園した。この地は大都市に近い位置にあるが、集まる個体数もその種類も多く、大群の生態が観察できることで有名であった。大詐欺、小詐欺、中詐欺、甘詐欺、五イサギの五種が生育し、3月下旬頃から9月末頃まで、 約3ヘクタールの繁殖地内に集まって繁殖していた。詐欺は関東一円を飛んで餌を取り、また、流暢の小詐欺以外はフィリピンやボルネオ島、スマトラ島など南方との間を渡りにより往復していた。5位詐欺は一部が流暢である。大詐欺のトライは3月末から4月上旬に始まり4月下旬が最も多く、 小欺と小欺の飛来は大詐欺がトライしてからおよそ1週間後に見られた。その後、中詐欺が4月半ば過ぎから下旬頃にトライし5月上旬が最も多かった。甘杉は最も遅く4月下旬から5月上旬に始まり5月下旬頃にかけてトライした。私さんの開始は大詐欺中詐欺とも9月下旬頃で、 大詐欺は10月上旬には時に少数を残すのみとなり、ごく稀に越冬も観察された。甘詐欺の私さんは9月中旬頃であった。流潮である小詐欺も、非繁殖期になると、陶器のねぐらに移動した。1975年には、新繁殖地であった山室のほか、三室から2 6トル離れた浦和市大崎。 10.3km 離れた越谷市を大林、8.1km 離れた川口市戸塚、9.0km 離れた戸田市道満、11.3km 離れた蓮田市黒浜の5カ所に根ぐが認められた。ありがとうございます。